2番ゲート収まりました。ドバイワールドカップスタートしました。揃って出ました。スタンド前先行争い、パンサラッサ外から押して押して出ていこうとします。内からは2番レンドゥーグ、さらに10番ニモースと3頭、間から11番サルートダソルジャーも行きました。その後5番手に1番アルジールス、スタンド前から1コーナー、中段インコース13番テイオーケインズが続いていって、7番ジオグリフ、8番ジュンライトボルトが続きます。1コーナーから2コーナー、10番ニモース並んで10行く、9番パンサラッサ2頭並んで2コーナーから向こう正面です。1馬身後方2番レンドゥーグ、そして11番サルートダソルジャー4番手、2馬身切れて1番アルジールス5番手外です。その後13番テイオーケインズ、4番カントリーグラマー中段外で、7番ジオグリフが行きました。12番スーパーコリント、その後6番エンブレムロードです。外からは3番カフェファラオ、間中段後方に15番ベラーズール、後方3頭8番ジュンライトボルト、5番クラウンプライド、14番ウシュバテソーロが一番後ろとなっています。残り 1000m を切ってまもなく3コーナー、先頭10番ディモース、そしてパンサラッサ2頭並んで先行の形、3コーナーカーブ、その後ろベンドゥーグ、4番手外にアルジールスが上がってきました。前が徐々に広がります。5番手インコースサルートザソルジャー、ベラーズール、カントリーグラワーが外からじわっと上がっていきました。その後ろにジオグリフ、後方からカフェファラオ、ウシュバテソーロ、大外4コーナーをカーブして直線コースに出てきます。2番ベンドゥーグ、外から1番のアルジールスが並びに行く。残り400、この2頭の追い比べになりました。その後ろ2馬身ぐらい後ろ、テイオーケインズ、外から14番のウシュバテソーロ、3番手から前の2頭を追っている。先頭は抜け出た1番アルジールス、外からウシュバテソーロが伸びてくる。その後ろにはテイオーケインズ、捉えたウシュバテソーロ、1馬身2馬身と差を広げていく。ウシュバテソーロだ、ウシュバテソーロ、やった、先頭ゴール。2番手接戦、1番アルジールス、最後追い込み6番エンブレムロード、2番手は接戦です。8区の勢いドバイでも止まりませんでした。14番ウシュバテソーロ、またまたオルフェーブルの子供が世界のダートの頂を取りました。その背中には川田優雅騎手、道中は最高峰という位置取りだったんですが、徐々にポジションを上げて直線差し足見事、1番アルジールス、6番エンブレムロードが2着争いです。やりました、14番ウシュバテソーロ、川田優雅騎手、今馬の首筋をポンと撫でました。1996年、たった1頭でこの中東に挑んだライブリマウントの果敢なるチャレンジから27年、ついにダートでドバイワールドカップ日本勢が制しました。歴史を作ったのはオルフェーブルの子供ウシュバテソーロ、後方から直線弾けるように伸びてきて、1番アルジールスが抜け出たところ、猛然と襲いかかってかわしきって突き抜けて、最後は2馬身3馬身と突き放しました。2着争いは1番アルジールスと6番エンブレムロード、その後テイオーケインズ4番手、14番ウシュバテソーロ、川田優雅騎手の手綱でドバイに新しい歴史を刻んでみせました。タイムは速報2分3秒25と上がっています。やりました、ウシュバテソーロ、ドバイワールドカップ確定までお待ちください。ダートのドバイワールドカップをついに日本調教馬が制しました。その馬の名はウシュバテソーロ。美穂高木昇る厩舎の管理馬、そして今日初コンビだった日本の騎手大賞トップジョッキー鞍上川田優雅騎手、父は震災の年の三冠馬オルフェーブル、またオルフェーブルの子がダート舞台でやってくれました。世界のゴーラさんに
感想を聞きましょう。これは本当に価値ある勝利だと思いますね。結局あの日本の馬ってのはまず芝の馬がどん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 強くなっている中でね、ダートは少し遅れていると言われていたんだけど、ここ2、3年日本のダート全体的にものすごく強くなってきた。だってサウジカップとドバイワールドカップ両方日本調教馬ですよ。もうダートでも世界有数の国になりましたね。最後すごい足でしたね。木村さん、はい、高木厩舎の押し馬テソードです。いやそうどうなんですよね。いや本当にもうダートに転向してからのこう勢いが凄まじすぎて、ついこの間まで条件馬だったのに一気に G1 勝って、今度は海外 G1 ですからねとんでもないですね、はい、ちょうど映りましたね高木調教師。そうですね、道中最高峰にいましたよね。そう、あの日本馬結構後ろの方で、はい、まあ、もちろんパンサラッサは前の方だったんですが、流れ的にどうなのかなというふうに見ていましたけれども、でリモースが結構花譲らなくて、小野さん、いやー、かにまた歴史的な一日になりましたね。ビクトワールピサ、トランセンドのワンツー、あの時はまたタペタオールベザーでした。長い歴史ですよね。とても幸せですね。英語はあんまり得意じゃないんですがね。オールフェーブルだな。Thank you so much, and we tried Dubai World Cup, Japanese also eight horses, but he won this World Cup. I'm very amazing, and I'm so happy, and I'm proud of him.Thank you so much, Dubai and Dubai Racing Association. 日本の皆さん、ありがとうございました。Congratulations, the second winner of the Dubai World Cup. 日本の生まれ、ドバイワールドカップを勝てて非常に誇りに思っていました。というのが前段の英語だったですね。Well, here he comes. いやー、こんな時が。来るなんて本当に嬉しいですね。川田さん、先週でしたっけ、交流戦3日連続で勝ったの。そうでしたね。と思ったら今度はドバイですよ。場所を選ばないですね、この方も。アルピサの優勝以来という、12年ぶりの勝利、そしてダート舞台では第1回のライブリマウントの挑戦に始まって、ついにダートのドバイワールドカップを日本調教馬が制しました。両徳寺ケンジホールディングス、おなじみテソーロの名前ですけれども、テソーロというのはスペイン語で宝物という意味なんだそうです。まさにオーナーの宝物ですね、牛馬テソーロ。生産は新日高町千代田牧場です。日本の歴史ある牧場の生産馬が、小田さん、世界一になりました。そしてこの馬もセレクトセール出身なんですよね。そしてこの馬も2500万円ですから、まあ、もちろん大きなお金ではあるんだけれども、その何億っていう馬ではないわけですよね。そして木村さん、正真正銘日本人の鞍上で取った世界一ですね、今回は。いや本当にそうなんですよね。先日のサウジカップも吉田豊ジョッキーですし、今回は河原ジョッキー、日本にね、よく世界のこう短期免許で世界の名手たちが来て、まあ、すごくいっぱいレースを勝っていくんですけど、はい、こうやって初めてこう歴史を作った
海外で歴史を作った日本馬にちゃんとこの日本人が乗っているっていうことは本当にもう心から感動しますよね。そして関東馬の今日はね、素晴らしいパフォーマンスのタブタブでしたね。本当ですね、はい。まあ、高木先生は本当特にこのダートですごく活躍馬を、うん、輩出している調教師でもあるんですけど、ついに世界まで取っちゃいましたね、はい。で去年の年末は西野デイジーの中山大障害があったり、うん、スノードラゴンみたいな馬がいたり、ね、はい、なんかこう個性派も多いですよね、高木厩舎って、うん、木村さん。そうですね、ね、本当に高木厩舎といえばこの黄色いね、バックとか黄色いバッグっていうのはすごく特徴的なんですけども、はいはい、まあ、ちょうど両徳寺オーナーとの勝負服ともちょうどいいカラーになっていて、なるほど、すごく映えますね。そうですね。テオケインズが一旦3番手に上がって最終的には4番手入選というところでね、いや、これ川崎記念の 1,2 着馬はすごかったんだなっていう、すごいハイレベルな戦いということになりましたね。川田さんは、ね、初騎乗だったんですが、はい、まあ、ドバイに行ってから初めてまたがった時の川田さんのコメントっていうのが、はい、自分というものははっきり持ってる馬ですねっていうコメントだったんですよ。面白いなと思ってて、まあ、川田さんらしいコメントだなと思って